のロードトゥーデップ、はい、皆さんお疲れ様でございます。お疲れ様です。私含めスタッフ一同あまりにも気に入ってしまったこの特技披露ね、2回に分けてお送りさせてもらっております。はい、はい、今回は後半戦となります。はい、はい、メンバーは3人残ってますよね。はい、はい、まだやってないです。はい、さあどういう順番で我々をですね打ちのめしてくれるのか期待しておりますよ。はい、キキコーラの特技の次、5番手となります。はい、はい、どなたになるでしょうか。はい、私がやります。来ました。それではお越しいただきましょう。はい、カイリーよろしくお願いします。イエーイ。じゃん、来ました。はい、私の特技はですね、大学の時にちょっと習っていました占いです。全地区で占いができます。捌けます。あ、当たり物か。あ、それはあなた次第です。占いを研究するサークルで大きいサークルで、多い時は100人ぐらい。すごい。誰占います？ではやっぱり、あ、そうですね、うちのスタッフの悩める、はい、お願いします。はい、占い、この全地区結構全体を占えるんですけど、うん、特に何を占いたいか。結婚できるか。恋愛運ですか。あの、意中の相手はいますか。います。お、じゃあそれで私が開くので1本取って机の上に置いてください。お願いします。出ました。じゃあ、見ていきたいと思います。はい、お願いいたします。はい、動画を見てる方もここにいる全員が あれってあれってなってますよね。なってますけど、ちょっと一旦聞きましょう。はい、聞きましょう。ものすごいめくってますけど出ました、出ました、出ました。OK です、OK です。わかりました。はい、最初の2ヶ月、はい、はい、2ヶ月間は、はい、大吉です。イエーイ。ー大吉です。だから積極的に相手にアタックしてください。はい、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あの、その本がどこで売ってるか教えていただければ。はい、秘密なので。秘密ですね。裏表紙になって裏表紙。3ヶ月後は、はい、ちょっとトラブルが発生します。タイミングが取れない時なんですね、3ヶ月後は。なかなかこう、頑張ってもすれ違っちゃったりするので、3ヶ月目はなかなかプッシュしなくてもいいかも時期かもしれないです。2ヶ月は押して、3ヶ月目はちょっと引くぐらいが。わかりました。この後あの全スタッフ占ってもらおうかな。あー、はい、すごいです。これまた見事な特技披露いただきました。はい、ありがとうございます。さあ、いよいよ終盤に差し迫ってまいりました。はい、はい、6番手はどなたでしょうか。はい、来ました。お、来ました。ここら辺でどう変わってくるか。お願いします。はい、イエーイ。はい、私の特技はダンスなんですけど、うん、ダンスだけじゃなくて、うん、私あの円周率が 3.14 なんですけど、円周率それ以上言えるのでその円周率を言いながら踊りたいと思います。はいはい、なるほど。はい、踊りってあの民族の踊りですか。あ、民族の踊りもまあ入れつつ踊りたいと思います。個人的に積もってますので。はい、では円周率を言いながら踊る特技を披露いただきます。はい、お願いします。いきます。 3.14159265359793238342645032795028841969。 おー、すごい。すごいです。僕も 3.1419 って知ってるんです。1592アンコール。もう一回見たい。
アンコール3.14159265359739923 ゆっくりバージョン。わかりました。そこはできるんですか？あ、できます。ダンスも大丈夫なんで。あ、大丈夫です。合ってるかどうか、はい、見ながら。ああ、そうですね。お願いします。すいません。一回確認しましょうか。よろしくお願いいたします。いきます。3.14159265359723243329502884197169399 さあ、スタッフ、合ってますか？はい、素敵な特技を披露していただきました。ありがとうございました。すごい、もう全然飽きませんね、編集長。面白いです。最後、大トリとなります。はい、はい、どなたでしょうか？はい、じゃあ私、セクシーマーメイド行かせていただきたいと思います。来ました、大トリは、はい、オークマーメイドちゃん。ちょっとあの、心の準備をしてきます、はい、かしこまりました、はい、もういいんじゃないですか。では、登場いただきましょう。はい、ちょっとここからちょっと真面目に、はい、私本気でやりたいと思ってます。はい、私実は福岡県出身で、はい、あの大好きな乙女ロマンスを博多弁バージョンで歌って踊りたいと思います。イエーイ。なるほど。一緒に盛り上がって手拍子なんかしていただけるとも、ね、ちろんですよ、代表曲ですもんね。はい、ね、乙女ボタンとしても盛り上がりますし、はい、それではお願いいたします。はい、行、はい、きます。そらちゃん、周りからはもっとおとなしい人やと思われると、まだ見せとらんとこの胸の中に眠る情熱はネイル、ククピアス、スイートヒート出来よったら妥協したくたか、人生一度きり、燃えるちゃん、溶けるちゃん、恋愛したいだよ。はい、ありがとうございます。おいでよ、乙女乙女乙女ロマンス、おおてお おてポカーンでしたけど、ね、なんでキュンキュンしなかったですか？まず乙女ロマンスの歌詞がですね、まあ私どもスタッフもそうなんですけど、ファンの方もそんなに頭入ってないかもしれないです。やはりまだ確かに、ね、確かに、いや、コアファンの方はもう知ってると思うんですが、ね、あまりまだこの乙女ロマンスの歌詞をね、知らない中でいきなり博多弁にされてもですね。サキティが最後の方が良かった。これ私の責任。でもまあみんなの責任だよ。だからコリタンのせいじゃないよ。すいません、どうしました？どうしてた？次の動画につながるヒントになったなと思ってるんですが、はい、次にお送りする動画はその乙女ロマンスをですね、実際に歌詞をみんなで見ながら愛の手を考えようじゃないかと、おーおー、いう動画を作りたいと思います。はい、やったやったやった。それが終わった後にもう一度博多弁版を披露いただければいいのかなと、はい、つなげさせていただきますが、はい、リーダーいかがでしょうか？ピラ戦争の方向でよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、乙女ボタンのロードトゥゼップ、特技披露やっていただきましたが、はい、編集長、一番決めたのはどなたですか？はい、編集長面白かった、意外性と
カイディも、はい、ね、占いを。そうなんですよ、今日は真面目に特技を披露しました。作っていただきましたね、マーメイドちゃんならぬ美咲氏、はい、ね、博多弁版をお披露目いただきましたが、はい、やはりその前に乙女ロマンスの原曲をですね、次の動画でね、合いの手を持ってもっとみんなに広めたいなと思っておりますので、はい、早速よろしくお願いします。12月17日、乙女ボタンはゼップの部屋でライブをします。皆さん来ていただいたら絶対に後悔はさせません。みんなと一緒に楽しいライブを作って、皆さんに来てよかったなって思ってもらえるように、ぜひから僕たち皆さんのために頑張るので、ぜひ12月17日、ゼップの部屋に遊びに来てください。よろしくお願いします。